いいんじゃないか。よし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 。うわ、地上走らない。9対10、新庄には盗塁させますよ。外野に会話いないからダイソー出すわけにもいかない。よしよし、このキャッチャーはそこまで肩が強くない、そこまで肩が強くない。 B ぐらい、 B か A ぐらい。頼みます。メジャー唯一日本から大リーグに。あれが抜けていれば、あれが抜けていればあれだったか。上原を投げさせます。あれが抜けていれば1点入ってたかな。抑えの上原、まあ日本に帰ってきてはもう一つカラーはもうちょっとピリッとしなかったけど、メジャーで抑えを務めた投手としては佐々木に次ぐぐらいの実績を持っていると言っても過言ではない。簡単に打たれよる。入るか、いや入るか、いやいや、どうでしょうね、変える方がいいのか。ちょっとバントの構えいました。あ、バントの構えしてるね。バントシフト引くか。あ、バントの構えしてね。取り消し、すべて取り消し。走らしてきた。うお、攻めるね向こうも。よし、ナイス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 。ハンター、ノーワン。おい、これはもう敬遠でいいでしょう。敬遠が遅すぎたぐらいか。なんなら投手左、石井和久、キャッチャー古田、黄金のバッテリーが今、古田と石井和久のバッテリーが今、城島変えたのは今のパスボールが大きかったね。ディクソンです、左。終わったわ、もうこんなに。くそ。首だ、首だ、首だ。もう石井和久、首だ。最低だろ、もう。なんでそこで打たれるかな。どうだ、これはもう勝てん。首だ、首だ、こいつも首だ。松田、キャッチャーも首だ、野口にしてやる。これもう現実にこんなことがテレビで起こってたらびっくりするわな。もうキャッチャーまでかなってるもんだ。9対13、世界の壁厚すぎるんだが。やっと追いついたのに、追いつきそうだったのに、1点差まで迫ったのに、ここでスリーラン、心砕かれるわ、心折れるわ。つらっ。よーし、2番セカンド坪井、こういうところか。何やってんだろうな。でも坪井のせいで安打は許してないね、そこから。結果的にここで坪井が使えるわけだから。
しよ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 し、いいスタート切った。よし、結果的には悪い采配だったが、坪井をセカンドのまま残していたのは悪い采配ではあったが、結果的にはここでヒットを打ったことによって悪い采配どころかむしろいい采配になったわけだな。そこのスリーランさえなければな、これで追いついてたな。だがまだまだ日本を代表するバッターたちがここで続いて出てきますので、まだまだ希望を捨ててはいけない。おバカ、ファーストがバカだった。これ松井和夫盗塁、即盗塁。見ておきましょう、見ている際このアンコウのアイコンがコントローラーが手を離したことを示唆している。まあ肩強えな、センターも今のノーバウンド送球だったし、こう見るとあんま大した成績に見えるな。でも松井は2打席連続で放っている。この3打席目にも期待していいと思うんだ。気になっても、うーバッティングカウントだ、頼むぞ。おっ、ファールファールファール、ツーストライクツーボール、ファール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 、よし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 、あるぞあるぞ、ホームランあるぞ、ホームランあるぞ。どうする、清宮でいいか、清宮でいいのか。小笠原や小坂という手もあるよ。小坂でバントなら絶対出塁できるっていうのもあるよ。でもここで変えちゃ、ここで変えちゃシリーズが違うよな。清宮にそのまま打席に立たせます。石井拓郎、石井拓郎じゃ一発じゃ追いつけん、一発じゃ追いつけんが、終わっちまう、終わっちまう。頑張ったけどな、惜しかった。終盤まで終盤までなかなかかじりついたんだけど、いろいろ悔やまれるな。これはいい攻めをしてたんだ。ここまで良かったな。こっから3人連続で倒れた。これがディクソンのセンターホームランが、センターへのホームランがねえ、これ押し出し2つだからな。岩瀬か、岩本で打たれるのはしゃあなしだ。変えた立山が2者連続で打たれて、で岩瀬にスイッチしてからフォアボール押し出し、フォアボール押し出し、これだ岩瀬だ。やっぱ今回はもう岩瀬がオリンピックのように先輩になってしまったか。まあいい、日ハム的には岩瀬にちょっとあれがある、遺恨が残ってるから、岩瀬などをこうここの場面で使ってしまったことが失敗だった。負けた。日本対台湾は
ではオーストラリア対台湾はオーストラリア勝ち、そしてプエルトリコ対キューバはキューバ勝ち、オーストラリア対キューバの試合はバシャッオーストラリアが優勝です。そりゃ強えわ、そりゃ強えわ、そオーストラリアが強いわ。テレビで見てる今、清宮が映ったな。石井拓郎参加することに意義があるものだけど、落ち込む暇があったら3年後を目指すのね。まあそれだけ時間があれば今より強いチームにできるはず、できるわよ。日本代表チームのことのうんぬんかんぬんまで社長が、一球団の社長が口出ししていいのか。ああ激戦だったな。以上、お気楽スポーツでした。ということで、もう式をシリーズ今回が最終回だな。あともう話すこともないわ、話すこともないっていうか、もう残ってない、この今年のイベントが。39分超えるけど、こう見るとまた最短だと打点かな、新人王、これは間違いないね。間違いない新人王。そしてパリーグオーバードライブ MVP、 セリーグはまあこんな感じ。ローズが、白ローズがすごい。ほう、金城か。そして牧原、今月の決算1億3000万円の赤字。よし、まあこんなとこですね。トントン。でねね。でねねねねねねね。でねねねねねでねね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 ね。ピッピッピッ。ピン、日本一になったわけです。今月すごく頑張ったじゃないか。君に任せた私も鼻が高いよ。チームの状態も好調みたいだね。そらそうよ、11月ってすることないんだよね。ということで11月になっちゃいましたので、ここら辺までかな。このシリーズ続けたいという気持ちもあるけどね、このままに日本、このままの日ハムが一体どうなっていくのかと言いたいところだけど、まあ1年目から優勝しちゃったしね、目指す目標がなくなったと言っても過言じゃない。何これ、招き猫、この招き猫置いておくと集客率上がります。セーブして終わりたいんだけど、引退希望者いない、引退勧告、引退勧告するとしたらこの今関にまだやれるわ。あ、奈良原あたりは引退勧告してもらったかもしれない。愛子、広沢、和田、村田真一、鈴木隆久、橋本武宏、秋山浩二38歳、藤井康夫38歳、平井光地下、平井光地下38歳。以上になります。なんだかんだでなかなか終われんな。お、ちょっと待ってくれ、一体どこでセーブすればいいんだ。このまま大沢、このまま大沢、大島だ、大島康則でいいです。個人的に監督としての手腕云々よりも、まあ、割と好きという、こう変えるべきだけどね。まあまあまあ、西本幸男がいたか。ほう、監督に置きたいな。いや、まあいいや、まあいいまあいい、まあいいまあいい。
どこまでやるんだ。セーブして終わりたいんだけど。セーブして終わりたいんだけど、ずるずるとやってるな。星の補給を補強をおすすめします。やらないよ。2年目やらないからね。2年目やらないから。パンチョ伊藤でもうなくなってます。はい、ドラフト会議見たいでしょ。うちはね、この堀田博史とかいうこの選手が、スワローズ三木陽次郎18歳北別府だと。調子小川幸男。取れるならこの坂東逸郎、取れるならついでにこの藤本光雄、これはこの年はもう北別府ぐらいしか残らんよ。松本聖吾とかあの辺すごかったの気がするけどな。これじゃ分からん。これじゃ何も分からん。そろそろセーブさせてください。セーブ。なぜかドラ1の方が年付金高いんですね。安いんですね。このまま行くのがベスト。金なくなるね。金なくなるね。1億9000万円しかなくなってしまった。セーブさせて。セーブ堀田博史。うわすごいいい。見てくれこのこの投球 S 回復 B っていう、これが素晴らしい。どん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 育てられるし、スライダーがもうこの時点でこれだけあるからね。ほう素晴らしい。制球がすでに C になっている。そしてスライダーとカーブは波の選手並みにある。あまり期待したけど、回復力 A、特急 S がこれがなかなかいい感じ。多分球も速くなる。もしもこの模式をシリーズを延々と続けていくのであれば、延々と続けていくのであれば、この3人の投手はいずれサンバガラスとして取る金ないっちゃ。3億あれば取るわな。14億。今のね、新人選手取らなければね。あ、一人ちょっと不満を抱えている人が、石本。それなり。いや、いいっす。いいです。ちょっと待って、いつセーブできるのこれ。申し訳ないね。なんか、シリーズの最終回なのに、ぐだぐだと続かっちゃってる。続いちゃってる。入団テスト。野手をお願いします。使えそうな野手を。棒にしたな。垣内が早熟だったんだ。そうだ、町田多分まだやれる。中根34か。藤井正雄はいける気がするけど、まあっていうか取ってもっていうか取っても棒にし、しししいらんかったな。いらんかったな。赤字ですね。8億円あったお金は一体どこへ。てこれを見たかった。年末報告、アザラシ社長よくできました。なんかサービスくれ。
何もなし。1月になっちゃった。ちょっとセーブさせてセーブさせてくれ。じゃあセーブするとこまで撮ります。はい、ちゅうことですっ飛ばしてきました。2年目3月1週の前半まで来ましたが続けません。ここで終わりにいたしましょう。対戦メンバーだけね作ってね、最終回清宮シリーズ最終回は野球阿蘇の方で終わらせるつもりです。なぜここに清宮がいるかというとキャンプ中に怪我してしまって、怪我してしまいました。この投手あげたいな。まあいいか。DH あり。投手起用はまあこのままでね。このままで。で、どうしたっけ。なんかおかしいな。オバンドよりも稲葉の守備があって話か。こうでこうだな。4番清宮、田中健介9番かな。1番に坪井、2番に小笠原、3番に新庄、でオバンドが5番を打って、稲葉が7番、これかな、違う、金子誠がまあ9番だな、9番バッターだな。うん、これでセーブして作ったこの記録は戦うことが使っていきましょう。8月に作ったデータよりは確率に強くなっていることでしょう。優勝日本一を決めたこのデータですね。さあ、まああとはセーブして終わりだ。さよならのあれを、ヤッキュンがねさよならの手を振ってくれるから、それに合わせてこの模式用シリーズを最終回とさせていただきましょう。長かったけどお付き合いいただきまして本当にありがとうございますって感じですわ。続けていきたいけどね、このまま清宮の、もしかしたら続けるもしかしたら、あの清宮10年後とかにもしかしたら続けるかもしれない。5年後とかでもいいかも。このもっと焼き付く続けてもねってあるじゃん、そういう部分が。このデータは一応取っておく。またでも別の野球のシリーズをあげようかなと。ずっと焼き付くやってても10年目とかになったらもうなんかもう FA 選手取り漁ってからなっちゃうからさ、それも、ね、やっぱやんないな。焼き付くやっぱ1年目で1年目で優勝するかどうかみたいなところあるね。俺杖して面白いゲームじゃん。もうそして面白いゲームではあるんだけど、とりあえずこの四季シリーズ日本一と優勝を決めたので、世界選手権は残念ながら勝てませんでしたが、次はねもしも手に入ったらだけどね、野球あそ、スクロー&遊ぼうっていうドリキャスで出た野球つくの集大成のゲームがあるんで、それをなんとか手に入れて実況してみようかなと思ってます。他のチームでね、カープと日ハムやったから他のチームでやってみようかなっていうふうなことを考えているんですが、まだちょっとやるかどうかは手探りと、やるかどうか分かんないって感じですね。1年間を通してこう1年という長いスパンでわざわざ今回やったけど、あまりにも冗長すぎるという気も多少するかな。まあ次も何か考えておきます。ほな、模式用シリーズでした。また別の動画でお会いしましょう。